だからこの場合はたまたま、うん、これ教え言うか言うか言わないか黙って黙ってようかと思ったんだけど悩んで言うことにした。はい、すると1ダッシュは2ダッシュに含まれるので、求める条件は2ダッシュの方だけというふうになるわけですね。はい、あとはあの不等式の表すエリアを図示して終わることになります。さあ、いいかな。じゃあ説明していこうね。じゃあ早く書き終えて前を見て聞いてください。はい、いきますよ。接線の問題では例外な、まあ数式で一つ例外あるんですが、接点を置くことから始めようっていう意味で接点より始めよう、接点を置くことからスタートしてください。こういうふうに置いちゃダメですよね。 AB を通るからといってこれとこれが連立して重解となるような M を数える、数学的に言ってることは正しいですが、連立方程式の三次方程式が重解を持つ条件なんてこの問題を解く以上に大変ですからね。な、 AB だったらお前らは俺の言う通りしてくれるんだよ。こうやると大変そうだから。でもここが原点だと、ここが原点だと突然誘惑に負けて Y イコール MX なんて置いちゃうやからが多いんだよね。ダメだよ、どんな簡単な点でも誘惑振り切ってこうだ。T における接線を立てて指定された通過点を通るように T を立式する、 T が求まる式を立式する。こっから出てくるのはなんだ、接点 T、AB を通るように引いた時の接点 T。 だからこの点とこの点とこの点が出るわけだ。この点は出ねえよ、 AB 通らない接線なんだから。 AB を通るような接線の接点が出るんだから、この AD とこの3つが出るわけだよ。接線の本数と接点の本数は等しいですから、まあね、この方程式をから出てくる t をカウントすればいい。それが接点の個数であり接線の本数なのだから。でね、難しいことを先に言っちゃうと、この等式っていつもいつも成り立つわけじゃないんですよ。いいですか。いや、なぜってさ、君ら、はい、4次関数なんて知ってる？ W って形をしてるよね、4次関数って。例えばよ、いこの4次関数のこの辺から接線何本引けますかって言われたら何本引ける？はい、見ろ。いいか、1本。ね。はい、それから2本。はい。それから3本。はい。接線は3本。接点数えてみ。1個、2個、3個、4個。あらあら。4個3本だ。こういう黄色いみたいな接線のことを二重接線って言うんだよ。いいか？それから、こんな風になったら、いいか？これ三重接線って言うんだよ。極地が合計3つ以上になるともうこの式は成り立たない。接線の本数と接点の個数は等しくならない。いい？だからこの解法じゃ解けない。でも安心して、入試問題で出てくるような接線の本数問題、そこから何本引けますか問題、いつもこの式が成り立つ、接線と接点が一体性をする二重接線が引けないようなベーシックなグラフしか出されないから、安心して君たちは T を数えたらいいんだよ。ただな、この解法を覚えたからといって全ての接線の本数が数えられるようになったなどと思うな。所詮 T はよく解けるように作られた入試問題という箱庭の中でしか生きていけない回答に過ぎないんだ。いいか、ただ受かるためだったらそれでいいんだよ。